京王電機軌道1系電車は、京王電鉄京王線の前身である、京王電機軌道が1913年の路線開業に際し、用意した旅客用電車の1系式である。本校では、その開業増備車である旧京及び15型についても、合わせて取り扱う。121913年4月15日の京王線、笹塚調布間 11.2km の開業に、 当たって用意された1型を筆頭に、京王電機の黎明期を支えたデッキ付きの2、軸単車群である。これらは、路線開業や、延伸開業後の乗客増加などのタイミングに合わせて製造され、造備の度に、メーカーの変更や、設計の改良などが行われたため、総数14両が以下の3形式に区分される。これらは、京王線開業から約10年にわたって使用された。 あと、より大型の二軸ボギー車が多数増備されたことでその役割を終えた。その後、1923年の関東大震災で車両の多くを喪失した横浜市電気局へ譲渡され、京王電機では全車廃車となった。自長8トン、車体長 8026mm、車体幅 2286mm の木造小型車である。側面に8枚の側窓を並べ、 室内にはロングシートを向かい合わせに配した客室の前後に乗降デッキと運転台を兼ね、つまに3枚のガラス窓を設けたベスチビュールと呼ばれる区画を備える。ただし側面には扉は存在せず、客室つまにのみ扉が設けられており、乗務員は走行中、デッキ側面からの風雨に直接さらされる構造である。客室は、 腰板の一段加工窓の収まる部分のみを垂直と、その下を絞った、設計当時の一般的な様式を踏襲するが、横方向に長い部材による、コンベックスパネルとコンケーブパネルを組み合わせていた他社の、黎明機の車両とは異なり、縦の羽目板を曲げ加工して、構造材に打ち付けた、縦の羽目板をそのまま並べるようになる前の、過渡的な構造となっているのが特徴である。 屋根はタンブを丸めた二重屋根で、こちらもタンブに段差のあるモニタールーフが一般的であった初期の車両とは異なった様式となっている。なお、この二重屋根は1型ではその側面にガーランド式の通風機を設置していたのみであったが、旧型と15型では通風機を水雷型に変更、加えて明かり窓を設置している。塗装はクリーム色を基本とし、 腰板層株を茶色、屋根を灰色にそれぞれ塗り分けて用部に装飾を施した製造当時としては標準的な構成である。1型はイギリスディックカーカンパニー製 DK10 を、9型はゼネラルエレクトリック製 GE-247D を、15型は同じく GE 製 GE-52 を、それぞれ1両あたりに傷つ釣り掛け式で総化する。 波数比は1型が 67,14,9.15, 型は63,14である。1型が DK セドバイ K、9型は GECD-18 回、15型は DK セドバイ K14 を搭載していたとされる。いずれも直接式の抵抗制御機であり、1型は直列4段、並列4段、発電ブレーキ7段という当時の標準的な、 回路構成であった。いずれも、ウィングバネ式の軸箱支持機構と単造による、台車枠を備える、軸巨線リメートルで、ブリル二十一 e 相当の二軸単台車を装着する。ただし、一 k 一から四と十五型は、JG ブリル純正のブリル二十一 e を、1 k 点六は、イギリス製のマウンテンギブソン製の、デッドコピー品である MG21EM を、9型は、 記者製造制のデッドコピー品をそれぞれ装着する。MG21EM は、ブリル社からのライセンスを得ずに、M&G 社が製造販売していた台車で、ブリル純正品の供給が不足していた1910年から1917年までの時期に多数が日本に輸入された。この MG21EM は角張った一件、粗雑な外観ながら、 むしろ純正のブリル 21E よりも頑丈であると評され導入先各社で長く徴用されたことで知られる。なおこの台車は装着車である1.9型が全車横浜市へ譲渡された後に製作された三水電車1にも装着されているが、これは他社から中古品を購入し装着したものと見られている。ブレーキハンドルを回転させて台車のブレーキ周を締め付ける手ブレーキ装置と 制御機の発電ブレーキを併用する。京王線は副化線式で開業したため、終電装置として2本1組のトロリーポールを屋根状に搭載する。京王線開業以来順調に増備が重ねられ、輸送力の不足から東京市電からの譲渡車の導入やトレーラーの増結といった措置が取られたが、1916年の調布府中間開業以降の乗客の激増には15。 系の申請投入をもってしても対処しきれず、以後の増備はより大型の二軸ボギー車である19型や23型へ、以降、23型の増備が進んだ1922年頃には、本形式は臨時電車にのみ使用され、もて余しぎ味となっていた。横浜市電156、1924年撮影、横浜駅前停留所そのような状況にあった。 本形式に天気をもたらしたのは、1923年9月1日に発生した関東大震災であった。この大地震での京王電機の被害は23型3両が、焼損した程度で、比較的軽微であったが、横浜市電気局は、在籍150両中94両を、焼損するという壊滅的な打撃を受け、軌道の復旧も、去ることながら、車両の修復が追いつかず、 麻痺状態に陥っていた。このため、同局は、大阪市電機局など、日本各地の主だった、電気機動事業者に救援を要請、余剰車両の譲渡を求めた。この際、機関が1 3 7 2ト、mm、ルの馬車機関で、改造の必要が事実上皆無で、しかも、京王電機としては廃車を検討する状況にあった、本形式14両及び7があった2両の合計16両に、 白羽の矢が立ち、横浜市側が一刻も早い車両の補充を必要としていたこともあって、同じく震災の被害からの復興もままならない、東京市内から横浜市内まで同じ期間であった東京市電と京浜電気鉄道の協力のもと、全者が深夜の両車曲線を、長賃の照明を頼りに、 自力走行で改装されるという前代未聞の方法で横浜市へ送り込まれた。横浜市ではこれらは以下のように改版された。これら16両は到着後、塗装を変更し、車輪を焼きはめのタイヤ式から1体のチルド車輪に交換するなど、横浜市電気局の使用に合わせた変更を実施した上で、直ちに運用に投入され、大阪市電気局から11系の車体が、 到着するまでの最も車両が不足していた時期の横浜市内において輸送力確保に大きく貢献した。これらはその後1932年頃まで使用された後全車廃車解体処分されている。ありがとうございます。